それでは今週の IMT カレッジの講座を始めさせていただきます。今週はファーティリティ&ステリティの12月号でございます。では最初の論文からお願いいたします。 IVF において一連の流れの中で付加的処置すなわちアドファンズとして最近知られている新たな領域が注目されています。 IVF が試みられるようになって以来成功率の改善を図るために努力が重ねられてきました。現在では IVF を受ける患者に新たな選択肢が明記されたメニューが提示されいろいろな選択肢が示されています。親になりたいという患者の希望を叶えるためにいろいろな付加的療法が試みられるようになりました。最初の論文はこの ART の領域で妊娠率は非常に悪いと着床率はまあ 20% 前後 15% とか 30% とかそういうような低いレベルにとどまっているとそれをいかにして改善するかということでいろんな先生がいろんな方法を考えて今 20種類以上の付加的処置あるいは付加的療法と言われるものが行われています。これアドオンというんですね。コンピューターではなんかソフトの中に組み込むことをアドインと言いますがアドオンというらしいんですね。しかもその問題点はその20種類余りの成功率を高めようと思って開発されたものが正しいデザインの研究で、いい結果が得られたというデータがあまりないんですね。そうしますと時には非常に高価な、その治療法もあるんですが患者さんにとってそれはお金は高くて、いい効果が見られないという非常に困った状況にあります。この今月にはそのようなアドオン療法、まあ、付加的療法の問題点が指摘されています。付加的療法が新たな流行となっていますが、その規則は最小のレベルにとどまり、政治出産率の改善をもたらすということが示されないまま、臨床の場に導入されることになりました。そのような安易な対応に対し、ディベートが起きています。またそのような対応により、確かな治療へのアクセスが遅れてしまうこともありますが、厳しい承認を求める者は概して、普遍的な考え方を有しているものとみなされます。確かな治療が患者にネガティブな影響をもたらすとして排除されることもあります。 PGTS の早期の方法を含む一部の付加的療法は政治出産率の低下を招き政治を得るチャンスを低下させるにもかかわらず患者に経済的負担を求めるなどの結果を招くことになりました。インフォームドコンセントが物事を決闘する際の基本的な解決法です。しかし臨床の場において公平な情報提供と消費者への直接的な宣伝との間には緊張が存在します。治療効果はそれが確かな方法であると評価されるまでは有効とは言えませんが臨床の場に付加的療法を導入する前には確かな根拠を示すよう我々は働きかける必要があります。当面、付加的療法に関するリスクや不確実性に関し、患者と医師の疎通を図る方法を考えてみる必要があります。この付加的療法は、先ほど申し上げましたように、20以上実は行われている。例えば、アシテッドハッチングなどの例、それから免疫療法と称して、副腎皮質ホルモン、また抗凝固療法、低用量アスピリンとか、いろいろ試みられて成功率を高めようとしています。しかしその多くは適切な研究で有用性が証明されていないんですね。そうするとその証明されるまでそういうような治療法を導入しちゃいけないということになるのか患者さんに正しい今のところ不確実だけれどもというような情報を提供するのかということについて考えてみる必要がある。その何かの医療法が新しく開発された場合にはそこには経済的な問題ですねと公平な情報という2つの考え方があるんですね。そういうことに対してやはり良心的な正しい情報を患者さんに提供しその話し合ってみる必要がある。なんといっても無作為化対象試験でその方法の付加的療法の正しさを証明しそして証明されたならば導入するというのが本来の筋だと思います。
IVF を対象とした患者においてヒステロスコピーによるスクリーニング、DHEA、テストステロン、GH、アスピリン、ヘパリン、抗酸化剤、精巣、さらに PRP の有用性の検討が行われています。しかしこれらを実際の臨床の場でルーチンに使用するかということに関し、確かな質の高い根拠は得られていません。これらの付加的療法を評価した無作為化対象試験は方法論的に問題があり、対象者が少なくバイアスのリスクも指摘されています。全ての付加的療法に対する最終的な結論は、新たなデザインの良い無作為化対象試験を実施し、臨床的有用性の面から、また費用対効果の面から検討してみる必要があります。当初確かな有用性が期待できるとして、これら多くの付加的療法が試みられましたが、そのような優れた結果はその後の無作為化対象試験で確認されていません。今後改めて統計的パワーのある適切なデザインの無作為化対象試験で多数の症例を対象に確認してみる必要があります。80% の統計的パワーで政治出産率を 5% 改善するためには、対象者が2000名超である必要があります。厳しい前方指摘研究により有用性が確認された場合に、それらをルーチンの医療の場に導入することも考えられます。IVF は世界で100万周期以上毎年実施されていますが、将来さらに症例数は増加するものと考えられています。いろいろな技術の改善が図られましたが、成功率にそれがあまり反映されていません。確かな根拠が得られるまで付加的療法は臨床の場に導入すべきではありません。また付加的療法にはネガティブな影響をもたらすことも考えられます。臨床化はリスクと有用性、また未だ解明されていない介入に伴う問題点などについて十分な配慮を払う必要があります。この論文におきましては、いろいろな付加的療法について、その問題点が指摘されています。まずですね、子宮鏡をスクリーニングとして IVF を受ける患者さんに行うべきか否か、それによっていい妊娠率は向上するのかどうかという問題、それから、調節卵巣刺激の有用性を高めるために DHEA 療法を行うことによって卵巣の反応性は向上するのか否か、またテストステロンを用いることによって卵巣の反応性は高まるのか、さらに成長因子を併用することによって卵巣の反応性を高まるのか、また妊娠率を向上させるために低用量アスピリンの投与は有効か、それからヘパリンを用いることによって臨床結果の改善が期待できるのかという問題、さらにですね、抗酸化剤というものを男性あるいは女性に用いた場合、この IVF などの成績は良くなるのか、それから胚移植の際に精巣を子宮頸部、例えば膣などに注入する、そういう精巣が着床を促すような効果があるのか、さらには最近問題となる多血小板血小ですね、プレートレットプラズマ、プレートレットリッチプラズマ、PRP というものは果たして、子宮内膜を厚くさせたり卵巣機能を改善したりですね、そのような効果は期待できるのかということについて、いろいろ今までのデータをもとにコメントを述べています。総じてですね、これらの付加的療法には、有用性はないというのが著者らの考え方です。だから、これをですね、あえて有用性が確立されていないものを臨床の場に導入するというのは、これは倫理的にも問題であるということでございます。IVF における政治出産の確率はあまり高くはありません。そこで IVF の成功率を改善するために多くの付加的療法が試みられています。今回子宮内膜の受容能を改善することが示唆されている一般的な IVF の付加的療法に関し、現在得られている根拠についてレビューしました。無作為化対象試験と個別の臨床試験の系統的レビューを試みました。
5件の付加的療法をレビューしましたが、その中には免疫療法、子宮内膜のスクラッチング、子宮内膜受容の検査、子宮動脈拡張法、 HCG 注入法などが対象となりました。分析の結果、これらの付加的療法は有用で、また安全であるとする確かな根拠は示されませんでした。多くの IVF の付加的療法は費用がかかり、根拠に基づいた治療や将来の IVF に必要とされる重要なリソースを消費してしまうことも考えられます。大規模な無作為化対象試験と適切な安全性の評価がルーチンの治療に IVF の付加的療法を導入する前に必要となります。IVF の成功率というのは期待されているよりも低いレベルにとどまっています。それを改善するためにですね、臨床家はどうしても妊娠率を上げたいという気持ちが強くなります。それが患者さんのためになるということを思ってのことだと思いますが、しかしそこで用いられているですね、免疫療法、それから子宮内膜のスクラッチング、子宮内膜の受容の検査、今流行りのですね、エンドメテリアルリセプティビティアレイですか、それから、その血管拡張剤、例えばバイアグラのようなものを投与することによって子宮内膜が厚くなるようなことがあるのか、それから、配食の時に HCG を投与することによって何か妊娠率が高めることができるのかなどというような論文が今まで報告されていますが、その根拠のレベルは非常に低いですね。ですから根拠が確認されないのにこのように世界中に広がっていることに対して非常に問題であるということを指摘する論文でございます。反復流産に関わっていると考えられている多くの病院のうち、免疫やリウマチが関わる原因は最も難しく、いろいろな議論を呼び起こし、またその考え方にも一致した見解は認められていません。本号において4名の専門家がこれら2つの重要な難しい領域についてディベートに参加しています。この反復流産というのはですね、いろいろ明らかな原因もあります。例えば子宮、先天的な子宮奇形がある、中隔子宮、双隔子宮のようなものですね、それから内分泌が付けない異常、例えば PCO が関わるもの、それから以前は言われてた黄体機能不全のようなものですね、そういうようなものもあったり、いろんな原因であります。だけど半数はですね、原因不明と診断されます。で、原因不明と診断された場合は本来はそれに対する治療法はないはずですね。原因が不明なんですから。ですから、そういうものに、しかし習慣的に免疫療法が行われたり、ステロイドが投与されたり、ヘパリンが投与されたり、いろんなことが行われる。そういうことに対して、それが是か非かというようなものが議論されています。患者さんが望めば、動機が得られれば、そういうものを試みてもいいのじゃないかなと。いう意見もありますし、その根拠のはっきりしてないものをやっちゃいけないという考え方もありますね。今のところ一番大事なのは、患者さんを励まして、そして気持ちを穏やかにさせて、治療に臨むというような対応が臨床家には求められるということでございます。免疫が関わる反復流産や、またリウマチが関わる反復流産の原因と治療法に関し、どのような根拠が示されているかということに関しディベートが行われました。ディベートに参加している研究者は5名で、最初に治療の支持派の意見、次いで非支持派の意見を紹介します。反復流産やですね、その背景となる問題に対して、その治療法が有用かどうか、どのように対応すればいいのかというようなことについて、ディベートが行われております。その免疫療法とか自己抗体とか抗核抗体に対してこのような対応すればいいということを考えている人もいるし、いや、そのような科学的根拠がない問題ものをやること自身が問題であるという人もいます。で、一般的には臨床家として何かやらなければ患者さんの納得が得られないというようなこともあるんですが、あまり科学的根拠のないものを実施するということに関しては、
問題だ。要するに原因不明反復流罪に対しては今適切な治療法はない、ということですね。習慣的に、ステロイドを投与してみたり低用量アスピリンを投与してみたりですね、最近ではヒドロキシ、クロロキンを使ってみたり、さらにはメイグルブリンの常駐法をやってみたり、いろいろ試みられているんですが、そういうことを行うのは問題であるということでございます。すべての PGTA の研究においては肺移植あたりの着床率を報告しており、肺移植に至らなかった患者を分母から排除し、採卵あたりの累積妊娠率は無視されています。PGTA 後の累積成功率は実質的に低下しますが、その背景には偽陽性のため正常肺を破棄したり、栄養外肺用のバイオプシーで肺板胞に加えられる損傷などのため正常な肺の着床能の低下などが関わっているのではないかと思われます。 PGTA を行いますと性倍数性の肺が選択されますから、移植あたりの成績は上昇するのではないかと推定されますが、ところが実際にはですね、若い35歳前の女性などにおいてはね、PGT を行って良好肺、性倍数性の肺を移植するのと形態的に良好な肺を移植するのと成績が変わらないっていうんですね。おそらく PGT で栄養外肺葉をバイオプシーすることがその肺にネガティブな影響を与え、性倍数性の肺を選択するというメリットを、損なっているのではないかというふうなことも考えられます。この PGTA がですね、有用かどうかをするときには ITT 分析ですね、いわゆる調査に参加した全ての女性を基準に、最終的に自我何人、要するに生児出産に至ったのが何人かということを主要に検討してみる必要がある。今の PGTA はですね、それをしてもしなくてもですね、形態的に良好な肺を選択すれば十分 PGTA をやったものと同様な結果が得られるという非常に興味深い論文でございます。3回以上の着床障害を経験している女性において、卵巣刺激前の黄体期に子宮内膜のスクラッチを試みたところ、臨床的妊娠率の向上が認められました。このような結果は従来の反復着床障害の女性において、子宮内膜のスクラッチングによりポジティブな影響がもたらされるという報告と一致するものでした。重要なことは出生前及び出産に関わる各種要因において2軍間で統計的差異は認められなかったという点です。この全体として考えた場合ですね、子宮内膜スクラッチングですね、ピペーレというカテーテルのものを入れて一種のちょっと固めの尿管カテーテルのものですね、導尿カテーテルのもの、それで先に穴が開いていると、それをくるっと子宮腔内で回すとそこの組織が採取されるというようなものです。まあ侵襲性が非常に低いというものです。それをやりますとその後の翌周期の ART の成績が向上するということなんです。しかし、1回の反復流産、2回ですか、1回の流産、2回の反復流産の例ではですね、有意差はないんですね。ですから3回以上反復流産、着床障害、着床障害ですね、の例には少し有用性があるかもしれないということなんですが、全体としてこの子宮内膜スクラッチングはですね、有用性を示す根拠のレベルが非常に低いので、中止した方がいいというのが一般的な考えでございます。ASRM の診療委員会は、性腺に毒性をもたらす薬物療法、放射線療法、性腺摘出などが予定される患者に、異源性不妊に対応するためにカウンセリングを提供する必要があるとする委員会報告を更新しました。小児がん、若年女性におけるがん、など放射線療法、または化学療法が必要となる場合、妊孕性が失われる可能性があります。そういう女性にですね、また男性も含みまして、妊孕性を温存する処置、卵巣組織を凍結保存したり、
採卵して卵子を凍結保存したり、場合によっては肺を凍結保存したりというような対応が進められる。で、そういうようなことをきちっと患者さんに説明し、同意を得る必要があるとする、まあ、倫理委員会のガイドライン、指針のようなものが示された論文でございます。多くの不妊専門医は着床率の向上を図るため、付加的療法として子宮内膜のスクラッチを行っています。スクラッチの実際のメリットに同意が得られないまま、臨床の場にこの方法が試みられていることに関し、倫理的な面から、また有害な問題をもたらす可能性を考え批判されています。現在のところ、ART を受ける患者には、成績の向上を目的としたスクラッチの使用を指示することはできません。まあ、先ほどの論文では3回以上ですか、その着床障害の既往のある女性にはスクラッチもいいんじゃないかと。だけど1回2回の着床障害では有用性はないというようなことが発表されました。しかし今回の論文はですね、やはり子宮内膜スクラッチというのはそれを支持するデザインの良い研究を行っていない。したがってその内膜スクラッチというのはもう破棄すべきであるとする論文でございます。移植あたりの着床率や妊娠率の面から考え、排卵法の遺伝子検査の明らかな有用性を示す多くの準無作為化試験あるいはメタアナリシスの結果が発表されました。しかし多数の施設が参加したスターという臨床試験において PGT-A は健全な妊娠を得るための確率を下げる可能性が示唆されました。すべての患者に PGT-A を行うことは今回の研究の結果を否定するようなデータが得られない限り制限し実施すべきではありません。この多数の施設が参加したスターという、研究においてPGT-A の有用性は認められなかったという結果が得られています。したがってこの本号にはその論文に対する、コメンタリーを寄せた論文とその原著が書かれている論文が掲載されているんですが、 PGT-A は性媒介の胚が得られるので着床率も高くなるし結果として生育率も高くなるのではないかというふうに思われましたが、ITT 分析では何も有用性はないというようなことなので、そういうようなことはですね、 PGT-A を積極的に進めて患者さんに、いい結果が得られる確率は高くなりますよというようなことをして同意を得て治療を行うことは好ましいことではないとする論文でございます。男性に認められる原数分裂の停止はメタフェーズで認められる割合が最も高まりました。この停止は不完全で少数の精子細胞が認められましたが、しばしば交差の頻度の低下と相関しました。今回明らかとなった表現型のタイピングのアプローチにより不妊に関わる候補遺伝子を明らかにするための、また候補の患者の遺伝子型と表現型との相関を調べるための手がかりを明らかにすることができたのではないかと思われます。この男性不妊ですね、その増殖機能障害っていう男性がいるとすると、どのレベルで精子の形成が止まっているのかということは普通はジャンセンスコアのようなもので示すんですが、今回は遺伝子レベルで調べたといいますですね。そうしましたら原数分裂のメタフェーズで増殖が止まっているという証言であった。でその遺伝子の分析までは行われているんですね、こういうことでこれから増殖機能障害というとそれに関わる責任遺伝子が明らかにされてくるのではないかというふうなことが期待されます。PGT-A は肺移植あたりあるいは ITT 分析の結果、すべての女性を対象とした場合の妊娠に関わる臨床結果に改善をもたらしませんでした。バイオプシー可能な2個以上の肺が得られた35歳から40歳のサブグループの女性では PGT-A を試みることで移植あたりの継続妊娠率に有意な上昇が認められました。しかし ITT 分析では有意差は認められませんでした。 PGT-A というのは性媒介性の肺を選び出す方法なんですが、
先ほどもコメンタリーで、述べられていましたが、このスターという研究ですね、によって若い女性においては、その性倍数性の肺を移植した、1個移植したのと、形態的に良好な肺を移植したのと成績は変わらないということなんですね。で、ITT 分析をしますとですね、どのような背景の女性においても継続妊娠率の差は認められないということで、PGTA の意義というものに、ちょっと疑いを持たせるような論文でございます。PGTA が本当に患者さんのためになっているのかどうかということをまた考えてみる必要があるのではないかと思います。性倍数性の肺を移植した場合、早実期肺になるまでの時間と栄養外肺葉の質が政治出産を指標とする良好肺の予測因子となるという結果が得られました。このような結果は培養環境が異なった医療センターにおいて再現性があることが確認されました。肺盤胞までの発育の際の早実期肺の役割、全体的な形態、細胞レベルの形態、また分子レベルの変化などを含め、各期の肺でさらに検討してみる必要があります。このタイムラプスで肺の発育状態を調べ、そしてそのいろいろなそのマーカーがその生殖さんと相関するかということが調べられているんですが、確実されているものはほとんどないんですね。で、いろいろな研究が行われましたけど、施設によってこのマーカーが非常に性質さんと相関すると言っても、また同じような研究を他の施設でやるとそれは合わないということが問題となりまして、その予測能に関して非常に一致した見解は得られてないんですね。今回は早実期肺になるまでの期間、それから栄養外肺葉の質、これがどの ART クリニックにおいても生児出産の指標となるという論文なんですね。これが事実であれば非常に面白い論文だと思います。子宮内膜における CD138 陽性細胞の数は、2個の再良好肺を移植しても不成功に終わった既往のある正常子宮内膜の皮膚血診及び組織所見を有する女性で、凍結融解肺移植後の妊娠に関わる臨床結果を予測する有用なマーカーとなるのではないかと考えられます。子宮内膜において CD13 が陽性ということは、この慢性子宮内膜炎が存在するということなんですね。で、慢性子宮内膜炎を診断するのは腹腔鏡、失礼しました、子宮鏡検査、それからこの臨床所見、それからこのような免疫組織学的な方法とかあるわけです。で、今回は免疫組織学的な方法で CD138 をマーカーに、この子宮内膜の有無を診断しました。そうしますと、この ROC カーブで見ますと、確かに CD138 の密度およびその数ですね、視野全体としての数などは予後の予測する有力な因子となるという結果が得たということでございます。慢性子宮内膜炎とART における認知症の低下というのは何か、深い関係があるということが言われているんですが、今回免疫組織学的にも CD138 をしようとした場合においても高い予測能が得られたということでございます。しかし ROC カーブから見るとそれほど高くはありませんですね。しかし、有意な予測能が得られたということでございます。妊娠第二三半期の血中 SVEGFR1 と PLGF は提供卵子を用い、妊娠群と非提供卵子妊娠群で統計的差異は認められませんでした。今回のデータは提供卵子を用いた妊娠群で、妊娠第二三半期における AFP、HCG、インヒビン A レベルは事故の卵子を用いた IVF の妊娠群よりも上昇するという従来の知見を支持するものでした。
しかし提供卵子を用いた群のこれらのマーカーの上昇の生物学的背景は胎盤における血管新生とは関係がないという結果が得られました。妊娠第二三半期において血中にですね SVEGFR1 これは、バスキュラーエンドテリアルグロースファクターの血液の中にある潰瘍性のリセプターということで一種のこの増殖因子の抑制因子なんですね。それからもう一つは胎盤性の成長因子 PLGF というもの、これで抑制因子の方が低くて PLGF が高ければこの妊娠はうまくいくというようなことが予測されるわけです。で、それからトリプルマーカーはですね提供卵子を用いて妊娠に至った女性においては高いということが知られているんです。今回の潰瘍性 VEGFR と PLGF は差はなかったということなんですね。この2つに差があればですね胎盤が何か提供卵子を用いた場合と自己の卵子を用いた場合で差があるということも言えるんですが、そういうことはなかった。胎盤を関わらない理由で何かこのアルファベットプロテインとか HG とかインヒビン A、などのレベルが提供卵子を用いた群において高くなるのではないかと思いますが、詳細は不明でございます。不妊治療で妊娠し出産した時において自然妊娠で出産した時と比較し感染症に至るリスクが上昇するという結果が得られました。はい、この感染症を生まれてから長い期間ですね調べてみたんですね。分娩予知と小児期に起こる感染どのぐらいの人類児が妊娠感染し入院したか調べました。かなり多数の子どもたちを対象にしたものなんですが、まあ、実際に感染症で入院する児の割合は低いんですが、この ART だとか排卵誘発などで出産した児においてはそのリスクは高くなるということでございます。その理由はよくわかりません。子宮筋腫の細胞にインビトロでウリプリスタルアセテートを作用させたところ磁触反応の刺激が認められこの選択的プロゲステロンリセプターモジュレーターにとって新しい適応が存在することが示唆されました。オートファジーの情報調整は UBA 療法を受けた患者において子宮筋腫の収縮に関わっているのではないかと思われます。オートファジーっていうのは磁触っていう細胞自身が自分の中の細胞消費管を分解してそれをまた自分の栄養素にしたりするような現象ですよね。でウリプロスタルアセテートいわゆるプロゲステロンリセプターモジュレーターを使いますと子宮筋腫などは小さくなります。でその一つの理由としてオートファジーが関わっているのではないかとする論文でございます。政治出産率は IVF を受け全肺凍結を試みた患者において低体重及び正常体重の PCOS 患者において最も高い値が得られました。 PCOS を有する肥満女性においては政治出産率は低下し流産率の上昇が認められました。この PCOS の患者さんというのは普通はですね体重が重い人が多いんですね。しかし低体重または正常体重の人もいるわけです。でそういう人においてはですね生児出産率は高いということ、そして肥満が顕著な PCOS の女性においては生児出産は低下すると、そして流産率も上昇するという結果が得られたということで PCOS の女性にはこの生活習慣のコントロールが非常に重要だということが示唆される論文でございます。これでファーティリティ&ステリティの12月号の論文のご紹介は終わりました。もし先生方で何かこれらの論文の中で何か資料が欲しいというようなことがありましたらどうぞ国際医療技術研究所までアクセスしてください。何か役に立つ資料をご提供できると思います。それでは今日はこれで終わりまして、また来週お目にかかります。どうもありがとうございました。